皆さん、こんにちは。女子服大好き緑川です。今日は北海道の帯広駅に来ています。でも、JR 北海道特急のかち観光をご利用いただきましてありがとうございました。終着帯広、出口は左側、4番線の到着です。札幌駅から220キロ、特急トカチ3号で2時間39分の乗車でした。この列車は車内清掃の後、特急トカチ8号札幌行きとして220キロ引き返します。隣のホームには釧路からの新徳行き普通列車がやってきました。帯広駅で乗降を終えた後、新徳方面へ走っていきます。それでは改札の外へ降りていきましょう。帯広駅の改札口は他の駅とは変わった構造をしています。1、2番線ホームと3、4番線ホームの改札口が別になっています。並行在来線のターミナル駅でも対応できそうな構造です。帯広市は十勝地方の中心都市で人口は16万人です。帯広市は十勝地方の中心都市で人口は16万人です。北海道の中では札幌、旭川、函館、苫小牧に次いで5番目、道東では最大の都市です。駅前からは高速バスも札幌、旭川、富良野、釧路空港方面などへ運行されています。運賃が安く、高速道路の利用で降雪がない時期の所要時間は差が少ないので、北海道では JR よりも気軽に利用されています。また国鉄時代に廃線となった広尾線などの鉄道路線をバスが代行しています。今後はさらに鉄道路線と同じようにバス路線の存在価値を上げることがネットワークを維持していく上で重要になっていくことでしょう。町に鉄道があるということはそれだけで大きな存在となるのです。今回の旅の目的は鉄道と町の暮らしの関係について観察してみたいと思っています。なので今日はまだまだこの先に進みます。帯広は農産物を活用した食品製造業が多い地域です。マルセイバターサンドで有名な六花亭もここ帯広が本社です。今回も訪れようと思いましたが、次の列車まで時間がないので駅構内のここに寄ってみます。北海道に来たらやっぱりソフトクリーム。酪農が盛んな十勝地方で育った牛乳のうまみをいただきましょう。それではマスクを外していただきます。やっぱりしゃっこいアイスは美味しいね。朝6時におしゃまんべを出てから7時間経過。ゆっくりと座り良い休憩ができました。次回来たる時はゆっくりと帯広を満喫したいな。18分発池田白岡方面釧路行特急大空5号の改札中です。ご乗車のお客様は1番線においでください。なお特急大空5号の自由席車は1番線に向かって左側後ろ2両です。ということで、増屋さんで白あんパンを購入して次の列車へ。帯広駅を発着する列車は次の通りです。今朝いた長万部駅の時刻表と比べると本数があるように見えますが、車社会になってしまうことを実感してしまいます。
次回は特急大空5号で引き続き根室本線を進みましょう。ご視聴いただきありがとうございました。